はい、久しぶりに術後教第8回目ですね。やっていきたいと思います。白石日々に衰え、はい、白石日々に衰え、新人屋に暮らし、はい、新人屋に暮らし、いとけなき時金額せざれば、はい、いとけなき時金額せざれば、おいての中恨み食いといえども、はい、おいての中恨み食いといえども、なお正気あることなし、はい、なお所有であることなし。もう一度いきます。次第意味に衰え、はい、次第意味に衰え、新人やに暮らし、はい、新人やに暮らし、いとけなき時金額せざれば、はい、いとけなき時金額せざれば、おいてのちうらみ食いといえども、はい、おいてのちうらみ食いといえども、なお所有あることなし、はい、なお所有あることなし。ありがとうございます。意味を言っていきたいと思います。ここで言う次第は人間のことです。その体は年を取るとだんだん衰えて元気がなくなってきます。幼い時に一生懸命勉強をしていないと年を取ったから後悔してもどうすることもできませんという意味です。この文の後半のところを読んで思ったことは、僕が初めて広島の所属教室にいた時に4歳ぐらいの子供がみんな難所発表をしていたんですね。それを見て僕は驚いて、もう4歳には戻れないから、これからはもう勉強をたくさんして、あの4歳の子に負けないようにしようかなと思いました。はい、まあ、この子供先生小学校5年生なんですけどね、まあ、4歳の子供に負けないようにしようっていうのがまあ面白いですね。4歳の子供に小5が負けてたらそれはダメに決まってますからね。まあまあそれはね、あの子供らしくていいじゃないですか。まあ面白いですよね。あのその通り、あのやっぱ年を取ってからああすればよかった、こうすればよかったって結構ありますよね。こういう大きい話もそうなんですけど、あの今できることはなるべくやった方がいいとか、まあそういうことなんじゃないですかね。私もね、あのこうやってね、あの YouTube で発信なんかしてますけど、今発信したいとか、これを発信したら役に立つんじゃないかってことは、あの積極的にね、あのこれからも本当やっていこうかなと思います。あのこの言葉の通りですよね。置いてから文句言うよりは今できることをね、あのどんどんやっていきたいと思います。はい、じゃあ最後もう一言、もう一言じゃないな、最後元気よく所属していきましょう。はい、次第日々に衰え、新人屋に暮らし、はい、次第日々に衰え、新人屋に暮らし、いときなきとき金額せざれば、はい、いときなきとき金額せざれば、おいてのちうらみ食いといえども、はい、おいてのちうらみ食いといえども、なお所益あることなし、はい、なお所益あることなし、次第日々に衰え、新人屋に暮らし、いときなきとき金額せざれば、おいてのちうらみ食いといえども、なお所益あることなし。これで僕の授業を終わりたいと思います。ありがとうございました。いや、本当やりたいことね、結構いっぱいあるんで、どんどん老いないうちにやっていこうと思います。それでは。